正午過ぎの米子市内です。猛吹雪となっています。視界もかなり悪くなっています。大雪、そして強風が山陰を襲っています。松江でも地吹雪の中を歩く人たちが。午前10時半の宍道湖です。西風が強くて手がかじかむようです。宍道湖は大荒れとなり、鳥たちも嫁ヶ島へ避難。各地でこの冬最強寒波が猛威を振るっています。掲示板にはこの先、水戸屋から先は大雪のため通行止めになっています。松江自動車道、途中から通行止めになっていました。そして取材班がやってきたのは島根県奥出雲町。すごい雪の量ですね。屋根の下にはですね、かなりの数のつららができています。そしてこちら実は歩道なんですが、入ってみましょう。おお、深い。いやー、かなり。奥出雲町仁田は街中も豪雪状態となっていました。車や電話ボックスの上には30センチ以上の雪が。家の前では除雪用の大きなスコップを使って雪かきをする住民の姿がありました。例年と比べて雪の量は今年はかなり、多いですね。除雪されてない？されてますけどね。それで硬いから雪が徳沢家にね、40分かった雪はその後も降り続きました。奥出雲町横田にやってきました。午後に入ってからも雪は止む気配はありません。こちら小学校なんですが、休校でしょうか。今日は児童の声が聞こえてきません。そしてこちら役場なんですが、役場の横ご覧ください。除雪した後でしょうか、雪の壁ができています。積雪60センチを超えた横田では、視界が見えなくなるほどのホワイトアウト状態になりました。いやー、びっくりですよ。いつだったかもあったけどね、こんなにどんどん詰まるって、どうなるんでしょう。そしてこちらは鳥取県大山町、積雪は70センチを超えました。今日の大山、今朝の積雪は70センチということで、実際こうやって山道歩いてみるんですけれども、もう自分の腰ぐらいまで雪があるような、そんな感じです。一面銀世界となった大山の曝露座、気温はなんと氷点下7度です。私の身長が170センチなんですけれども、それよりはるかに大きいつららが出来上がっています。一方、車の雪下ろしをするこちらの男性は、はい、埋まっちゃったんですかね。そうですね、どこまで雪がありますか。この辺ぐらいまであります。あまりにも多い雪の量、作業を長い時間続け、やっと車が見えるような状態でした。昨日の夜からがすごかったです。